今朝方は傘もさせないほどの強風で途中まで周回短縮安定版のレースでしたが、中盤から通常モードに変わりまして優勝戦日和。現在は上空快晴、向かい風がわずかに吹くか吹かないかという程度、穏やかな水面。さあ6人の選手、どうやらここ枠番通り入ってくるんでしょうか。ボートレース琵琶湖 G3 第11回イースタンヤング最終日、いよいよジュニアレース優勝戦です。注目のコース取り、まずインコースには1号艇三重豊田健志郎、シリーズリーダー準優ただ一人01の逃げ、勝てば今年 V6 とイースタン初制覇。2コース2号艇東京藤田俊介、今回最も若いデビュー6期目129期生、大怪我からの克服で琵琶湖初出場、そして狙いはデビュー初優勝。3コースがどうやら角か、3号艇愛知前田敦也、前田兄弟ともにピストンリング2本を交換しました。ワンツーフィニッシュなるか。4コース4号艇群馬関博也、初日ドリームメンバーただ一人の勝ち残り、2018年ヤングダービーの覇者、大会連覇で卒業に花を添えるか。5コース5号艇地元沢田直也、地元からベスト6に進出、師匠の馬場吉江釣の高速ターンで悲願の地元初優勝へ。6コース6号艇愛知前田ケクル、前田兄弟の弟、進入コースインコースから1番2番ダッシュ、3番4番5番6番でジュニエススタートしました。まずはインから1番の豊田がいいスタート、トップスタートが1周の1マーク、インから押し切る1番豊田、4コース4番関がここは果敢にまくってくるが、内側3番の前田、これをブロックしたか。この間単独先頭を1番豊田健志郎、独走態勢に持ち込むか。しかし4番の関が外から内からじわじわ、5番の沢田も迫ってまいります。スタートは正常大胆マーク、1番豊田健志郎から内から5番の沢田直也、そこを指してくる4番の関浦ですが、ここ5番の沢田も一気にここで1番豊田に迫ってまいりました。さあ地元沢田がここで1番の豊田にへさきかかって、この後内から抵抗か、いや外へコースを変えた5番の沢田直也、2周第1ターンマーク、1番の豊田先頭キープなるか、指してくる5番の沢田、沢田が指してまたここで直線コースでじわじわと差を詰めてくるか。しかし逃げた1番の豊田先頭をしっかりキープ、しかしまた斜め後方へさきかかりそうか、5番の沢田直也、その後4番の関もこの上位2艇の動きをチャンスを伺っています。2周第1ターンマーク、1番の豊田、そして5番の沢田が若干波にはまった、そこを全速でここで4番の関浦が2番手争い並んで、さあ今度は5番4番2番手並走状態です。そしてこの間1番豊田健志郎がリードをまた稼ぎそうであります。先頭1番の豊田、あとは2番手外全速で4番、ちょっと1番4番軽く接触があったが、内から5番の沢田も来る大接戦ですが、しっかりと先頭を死守、1番豊田、そして2番手争いまた5番4番、内5番沢田、外4番関並びました。1番豊田健志郎、ここは通算21回目の優勝、 G3 初優勝、今年 V6 なるか。さあ最終第2ターンマーク、1番豊田が先頭キープか、外から全速で迫ってくる4番先、さあ直線勝負に持ち込んだか。さあ間もなくゴールです。先頭は1番の豊田、僅差で4番先が2番手、3番手5番の沢田、残る3手6番の前田かける2番の藤田俊介、最後3番の前田敦也がゴールいたしました。以上白熱の大接戦ジュニアレース優勝戦でした。ジュニアレースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着5番、以上でございます。